こんばんは、ハリワンです。今日は常日頃からお買い物をたくさんしているので、その中でですね、キッチングッズ私いっぱい買うんですね。いっぱい買うっていうか、ほとんど買い物がキッチングッズになってしまうわけなんですよ。なぜなら好きだから。ということで、プチプラな感じのね、可愛いキッチングッズ購入品をご紹介したいと思います。ちょっとでもね、キッチングッズ揃えたいけどなかなか高くて手が出ないとかいっぱいあると思うんですけど、私が大好きな IKEA での購入品を紹介しましょう。それでは早速スタート。ちょっと今日は夜です。はい、実はこの作業台も IKEA なんですが、私の家には IKEA で買ったものがたくさんあります。まず作業台でしょ、あとはこのライト。このライトもインスタには載せたんですけどね、 IKEA でこの間行った時買ってきました。まあそんな話はさておき、キッチンは真っ暗です。おー、夜って感じ。まだ夜って言っても6時ぐらいなんですけどね。あ、5時かな、ちょっと時間忘れちゃった。時計見ればいいだけの話なんだけど、私の家にはね、こんなちっちゃい時計しかない。あとスマホで生きてます。はい、そういうことで話がそれましたが、まずは IKEA からご紹介したいと思います。 IKEA でね、買ってきたの、まずこの大きいね、ものが目に留まると思うんですが、じゃーん、これはボールです。もう動画にも登場してるかもしれない。どうかな、ちょっと私紹介する前から使ってるんですけど、プラスチックの割れないボールです。でね、緑のボールで蓋付きなんですよ。蓋のところがね、ヒラヒラしててとっても可愛いんです。布をね、ふわっとかけたような形をしていて、緑と白の組み合わせ好きだわーって感じの色です。これだいたい1200円ぐらいだったかな。ボールとしてはちょっと高いけど、蓋もあるし、この大きさって考えると意外と安いなと思ったのと、あとはですね、このボールで何を作りたかったかというと、ほったらかしパンを作りたいなと思って、この蓋付きボールを買いました。でね、この蓋付きすごいところが、私ちょっと活用方法わからないんだけど、これ蓋がなんと取れます。入れられるんですよね、きっと。そんなこともできちゃいます。次はじゃーん、グラスです。このグラスは1個150円ぐらいでした。私可愛いグラスが欲しいんですけど、割っちゃうと怖いので、 IKEA でね、誰が来るかわからないけど5つ買いました。量はあってなんぼでした。そう、飲み物入れてみました。はい、飲み物といっても、なんとペットボトルのお水なんだけど、ここにね、じゃーん、これはレモンです。私ね、レモンね、1年に1回大量に買うんですけど、こうやってレモンを浮かべます。今日はちょっと贅沢に2枚。このレモンを入れるだけでね、ちょっとね、美味しくお水が配信するんですよ。レモン水になるんだけど、最近レモンの輪切りばっかり水に入れて飲んでます。あー、すっげー、レモンティー香り。国産のレモンね、スーパーで見つけたらちょっと高いけど買ってみてほしいです。香りがもう断然違いますよ。貸し切りをね、お水に入れてレモン水にするのすっごいおすすめ。美味しいです。疲れた体にしみる。はい、次、これはまだわかんないんです、使い勝手が。だけど、この作り置きしたものを入れる保存容器みたいなのも買ってきました。このガラスの器とパッキン付きの木の板が別売りになっていて、蓋は蓋で買って容器は容器で買うっていう IKEA の仕組みだったんですけど、蓋はいろいろ選べて、プラスチックみたいな蓋とかガラスの蓋もあったかな、まあいろいろありました。で、私は木のやつにしました。蓋は400円、下は300円ぐらいだったかな、700円。だからそんなに安くはないけれど、見た目と使いやすさがいい感じ。パッキンがね、キュッて入ってくれるから絶対漏れないだろうなって安心感もあるから買ってきました。で、一応丸もありましたよ。スープとかの残り入れても、なんかそう、ガラスだから何が入ってるか一発で見てわかるっていうのはナイスだと思う、私。はい、じゃあ次はですね、じゃーん、これはガラスの瓶です。で、これは追加で買ってきました。奥にいっぱい潜んでるんですが、ここがね、全部スパイスが入っております。これにはピンクペッパーが入っているんですけれど、私スパイスをね、こうやって瓶に入れて楽しむっていうのが好きで、使いやすいし、ちょっとしか使わないけど瓶に入れときたいとか、ちょっと可愛く楽しみたいって時にはこの瓶すごくおすすめ。知ってる方も多いと思うけど、3個セットで売ってます。料理を好きになって物を集めたりすると、大体瓶とか缶とかが欲しくなるのよ女子あるあるかもね、そんな気がします。次はじゃーん、お皿です。前にね、グレーのちっちゃいサイズのお皿を IKEA の購入品の時にもご紹介したかなと思うんですけれど、その時のグレーバージョンの大きなピンクのお皿を買いました。で、こういうちょっと大きすぎるかなっていうお皿を1枚持っておくと、例えばケーキを持ったりだとか、あと急な来客とか、ちょっとおしゃれに見せたい時なんかに、あ、大皿って便
便利だなって思うと思います。だから安くてもいいからちょっと映えるようなお皿をドーンと何枚か持っておくだけで非日常感が出ていいと思います。次、これはおなじみだと思うのですが、ジップロックみたいなやつです。 0.4 リットルと1リットルサイズの2種類のサイズが入ってるんですけど、ここに一人暮らしでトマト缶を使うとどうしても半分余っちゃったりするんですね。で、トマト缶って缶のまま冷蔵庫に入れるとね、すっごい腐るのが早いの。だからトマト缶は冷凍すべしです。 IKEA の袋は私大活躍なので、 IKEA に行くたんびに大量買いしてます。 IKEA のものは2つあるんだけど、先にフライングタイガーの方をご紹介します。フライングタイガーはさっき言ってきました。何を買ったかというと、ノートとかも買ったんだけど、料理グッズ系のものを多く買いました。はい、まずはこれです。これはなんて言うんだろう、足がついてるザルなのかしらね。で、よーく見ると穴がねハートになってたりして、この色も赤のようなピンクのようなの色でね、すごくね可愛いなと思って、大量にレモンがあるから入れてみます。次、これはお皿なんです。じゃーん、猫好きにはたまらないお皿です。キャー、かわいい、この憎たらしい猫かわいい。猫のこの模様を、これ含めて3種類だからあと2種類ですね、3種類それぞれ表情が違うものがあって、これにしました。魔女の宅急便のジジにも似てる気がして、かわいい、このちょっと生意気な感じのお顔がキュートです。はい、次、じゃーん、ペーパーナプキン唐辛子。ちょっと開けると最後だからすいません、開けませんが、こんな柄です。可愛くないですか。この唐辛子の赤とショッキングピンクみたいな色を組み合わせるデザイナーさんの凄さ。白いお皿の上とかテーブルにポンポンって置いたりするだけで映えそうだし、あ、こんなのあるのねっていう話題に絶対なりそうなペーパーナプキンだなと思って買ってきました。次はですね、こちらマフィンカップです。フライングタイガーにはラルさんと一緒に行ったんですけれど、ラルさんというねお菓子を作ったりいろいろね可愛いものにとっても詳しいんですけれど、フライングタイガー行った時にこれ可愛いよねって言ってくれたんですけど、本当に可愛いの。中が金色になっていて、見える部分はショッキングピンクのような赤のような、クリスマスでもバレンタインでも使えそうなすっごい可愛いマフィンカップです。マフィンカップってただマフィンを焼くだけじゃなくて、いろんな使い方が多分できると思うんですよ。アイディアある方はコメントでお願いします。はい、次はボールです。このボールね300円ぐらいだったんですけど、すごい気になることがあって、それはこのボールって結構中が、IKEA のボールもそうだったんですけれど、中がさ真っ白なんですよ。卵とかかき混ぜるときはすごくいいんですけれど、小麦粉とかね、白いものをずっとかき混ぜて白いボールで撮影してると白浮きしちゃうんですよ。だからボールの中がピンクだと、例えば小麦粉入れたときに小麦粉だって分かりやすいなと思って、そういうねことを解決してくれるボールだなと思って、しかもなかなかない派手なボールだから買ってきました。便利なボールたちをどんどん増やしております。ハルアンです。はい、最後になります。最後はですね、 IKEA で買ったテーブルクロスです。まずはこれは、あ、ちょっとシワシワだった、洗いたてだからごめんなさい、一回ね使ったんですテーブルクロスなんですが、カチャージュ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 ン、はい、こんな感じです。赤白のザ・テーブルクロス、ザ・クリスマスみたいなものを買いました。で、この布のいいところはアイロンがけすればピタッとなってくれるところでしたね。だからテーブルクロスとして非常に扱いやすい布でした。この2つ目も可愛いです。じゃーん、これは真っ白のやわやわの布です。で、この布はかけるためのものだと思った、決してテーブルクロスじゃないんだけど、私これテーブルクロスとして使いたいなと思って買いました。あったかい料理を作った時にこのテーブルクロスの上にお料理乗ってたら可愛いだろうなとか、お茶する時にマグカップとかこれの上に置いたら可愛いだろうなって思ったんですよね。わかりますか、この質感、布布してる感じ、この感じがね触ってていい感じだなと思って買ってきました。あ、忘れてた、今日買ってきたザラホームでのお皿、可愛いの買ってきたんで、これもちらっと紹介します。今日買った
ったお皿は一つかなかったけど、私がずっと探していた模様のお皿だったのでついつい買っちゃったんだけど、まあって言っても1200円ぐらいかな。で2枚買ったんです。どんなお皿が欲しかったかっていうと、アンティークのフランスの骨董市とか、あとねすごいフランスの大昔に使われていた可愛い可愛い柄のお皿が売ってたりするの、それがすごい欲しくて骨董市みたいなところに行ったんですよ。そしたら5000円じゃ買えないぐらいの値段がつくお皿がいっぱいで、私には到底買えませんみたいな、もう本当に手が出ませんみたいな価格だったんですよ。だからちょっとショックだったんだけど、それに似た安めのね新しいお皿が売ってたのでついつい買ってしまいました。こちらでーす。可愛くないですか、昔のカーテンみたいな柄のお皿。これにねケーキをね乗せても可愛いし、スクランブルエッグ乗せるだけでも可愛いと思いません？これをね2枚買ってきました。はい、次最後になります。最後はこの赤い泡立て器が皆さんにとっても好評なんですね。これはちなみにアフタヌーンティーで買ったんですけど、もう売ってないかもしれない。でこの赤い泡立て器ってだけじゃなくて、シリコンっていうのかな、ボールが傷つかないのがいいところなんです。この泡立て器のちょっと混ぜにくいんだけど、シリコンの泡立て器1本持っとくととってもいいと思います。で今日白バージョンを見つけたのよ。かわいいでしょ、これとこれすごい合うと思う。あ、かわいい、白い泡立て器を買いました。いかがでしたか？お買い物ってストレス発散って感じもあるし、やっぱりね好きなものを集めるっていうのはとってもいいことっていうか楽しいよね。だからついつい買っちゃうんですけど、お財布と相談しながら私もねこれからお買い物し続けていこうと思います。謎の宣言。はい、ということで今日の動画を見てくれてありがとうございました。この動画で少しでも私も欲しいと思ってくれた方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。今日の黒板じゃん。お買い物って止まらない。お買い物止まらなくないですか？止まらないっていうか、もうしてもしてもしたくなる、それがお買い物ってものだと私は思います。お洋服もだし、お化粧品もだし、リップとかキッチングッズとか、こういうインテリア、これはおばあちゃんからのいただき物なんだけど、あとね私ねスプーン集めが大好きなの。だからスプーン見るとついつい欲しくなっちゃったりとか、いろいろ買いますが、そのためにはいろいろね日常生活頑張ってご褒美とかちょっとねいろいろ、とにかくお買い物は止まらないよね。共感した方はグッドボタンをよろしくお願いします。ではではバイバーイ。